شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله. أنا اسمي علي هيروأكي كاوانيشي، أنا ياباني أصري، عمري 21، أنا طالب في جامعة دوشيشا في كلية الإلهيات. أنا أدرس حول الإسلام وعلم اجتماعي وسياسي. 私は4年前大学に入学してからイスラムと出会いまして、イスラムの勉強を始めました。その頃はムスリムではなくて、全くイスラムには興味がありませんでした。その中、自分でイスラムに興味を持って勉強していく中で、同時にイスラム教国から来たオリジナルのムスリムの友達というのもたくさんできました。So the, suddenly I encountered Allah Ta'ala and I found the right way. またイスラムの文化、そのもてなしとか、またイスラムのその雰囲気とか、もうすべてのものを私は魅了されてしまいまして、あ、イスラムってすごいクールだなと思いまして。でまた同時にすごく合理的でもありました。で私の信仰生活が始まるのは2年前でありまして、その中私は面白そうだなと思って、割と安直な理由でイスラムに入りました。入信しました。神戸モスクで、2013年の1月の8日でした。クルアーンはその大切な神様のメッセージからであって、そのイスラムの生活を営む中で、たくさんわからないこともあるもちろんありますから、そんな中でクルアーンとかハディースとかを引用することで、その今の生活のその分からないこととか難しいこととか問題に対する解決とかが出てきますね。クルアーンは私にとって、その私は毎日クルアーンもちろん読みますけれども、礼拝の時にも読みますし、その中でクルアーン読むとすごく落ち着きますし、すごくこう心が和みます。In my opinion, so Islam is not like just a religion for me, just the totally life of lifestyle and the way of life that by Allah Ta'ala. So it's very welcome for all people who believe in Allah Ta'ala. And Islam is the straight way for every person without any exceptions, I think.